埼玉ライオンズの藤沢清です。僕は保育園で遊んでいる最中にトイバッグから落っこちてしまって脊髄を損傷して、車椅子バスケットボールの体験教室っていうのが開かれていて、で母親がその開催されるっていうことを嗅ぎつけてきて僕を連れてってくれたっていうのが本当に出会いとしては初めてかな。リオの本戦で6位以内っていうその目標を達成するために貢献するっていう、もうそれだけにつけます。